はい、それでは端末に行きます。ホームアプリの設定ですね。ディスプレイで、ここで明るさの自動調整のオンオフでしょう。スリープする時間、スクリーンセーバーの設定、 LED の挙動を変更することができるんですね。これ多分、When Charging Completed だよね。文章が切れちゃってんじゃないの？つまり、充電中は赤く、充電完了したらグリーンに点灯するよということを言ってんだよね。で、それをするかしないかということですよ。で、今実際充電してみてるんですけど、確かに LED が赤く光りますね。で、これをオフにすると、あ、ちゃんと消える。なるほど。同様にこれはバッテリーの残りが少なくなった場合には赤く点滅しますよと。で、これは未読のメッセージや取らなかった着信がある場合、青く点滅しますということですね。それぞれをオンオフできますと。いうことだ。はい。で、フォントサイズの変更。端末が回転したときに、回転するか縦向きのままにするか、キャスト。画面のキャストだね、これは。なるほど。ワイヤレスディスプレイの有効化。おお。なんだこれ。なるほど。自分自身をキャストすることもできるんだ。へえ、なるほどね。そうなんだ。知らなかったよ。まあいいや。よし。で、音と通知。こういうふうに、プリセットがありまして、全般マナーモード、会議、屋外というふうに切り替えることができますね。この全般って設定があるんだ。なるほど。こういうふうに各項目を設定できますと。通知その他の通知。なんだっけこれ。あ、アプリの通知を受けるか受けないかっていうやつだな。ああ、そうだそうだ。で、あと端末がロックされているときに表示する範囲を指定できますよと。まあ、あと通知を非表示、通知を非表示へのアクセス。音声強化って何これ？ベストオーディオエンハンスっていうことかね。イヤホンの音声強化機能っていうのがあるんだそうです。ベスラウドネス。スピーカーのボリュームブースター。これデフォルトでオンになってんだ。ベスサラウンド。オーディオサラウンド？動画モードと音楽モードがあるらしいです。で、こうするとオフになるっていうことか。はい、今、音と通知が終わりました。で、アプリね。アプリはこういうやつと。まあ、いつものやつですわ。ね。はい。ストレージと USB。まあ、これもいつものやつですね。電池。これもいつものやつです。ここで、パーセント表示をするかしないかっていうのを指定できますと。今電池終わりました。で、その下がメモリー。まあ、こういうやつですね。はい。ジェスチャーアンロック。これはなんだ？ Android の標準のジェスチャー機能ですね。こうしてオンにすると、ダブルクリックでウェイク、スライドアップでアンロック、スライドダウンというカメラと、こういうふうに文字を書くことによってアプリケーションを起動することもできますというやつね。はい。このスライドダウンというカメラをやってみますか。この状態でスライドダウン。ロックがかかっちゃうよね。で、指紋でログオンするとカメラが一発起動と。これあんまり便利じゃないんで、まあオフでいいんじゃないの。はい。ジェスチャーアンロック終了。これで端末セクション終わりですね。